青コーナーより己の道を突き進め、選手入場。5kg マスカラコントル、レフリー阿部慎介。ガンガン、運命のゴングが打ち鳴らされました。さあ山崎さん、会場はもうすごいボルテージなんですがね、一言お願いします。そうですね、この熱気すごいですからね。まあ当たり前なんですが、いかに冷静に試合を運んでいけるかですね。それがポイントになると思いますよ。ありがとうございます。組に行きます。強烈に締め上げてまいります。行くのか、フロントから投げてまいります。起こします。逆に返します。ブロックします。ガードします。足を狙ってまいります。腕をフックします。強烈に打ち込みます。ロックアップ、逆に振り返した。なだらしきのフィッシャーバーズバスター、フロントに捉えます。出た、嵐落とし。無人島に着陸してしまった。さあまさにレスラーという雰囲気をオーラのように醸し出しております。この男、アスノでも程よいと思われるその背中はまさに五光が差しているかのようであります。さあ今宵はどんなファイトぶりを展開していくのでありましょう。注目であります。組み合います。ロープに振って、ああ今のは完全に力で持っていきましたね。いや強引に倒しましたね。テイクダウン、抜けてまいります。
蹴りを見舞ってまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。そのまま倒してまいります。これは読まれてますね。はい、外してまいります。掴んだ。ハンマーを打ち込んでいきます。ホイップしてまいります。ガードします。キャメルクラッチ、ラクダ固めであります。足を取ります。そのままボムで叩きつけた。引き起こします。コッポー流の浴びせ蹴りか。ブロックします。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。リング内に戻ります。腰を落とします。あっと、リバースで返してまいります。先頭背面落としです。あっと、エルボー抱えます。リバースで返します。起こしてまいります。フロントに捉えます。させません。腕をフックします。パンチで返します。ブロックします。膝を殺してまいります。あっと、逆に切り返した。肩が上がります。ガードします。ブロックします。体を預けます。カウント2つで返してまいります。ガードします。バックに回ります。あっと、逆に丸めていった。カウントは2つ。仕掛けられますよ。はい、ガードした。あっと、外した。組み合った。場外に落とした。頸動脈を締め上げる。リングに戻ります。リングに戻ります。10分経過。10 minutes passed。 ブロックした。膝を壊しに行った。足を狙っていった。ガチッと組み合った。変形のストレッチに持っていった。ブロックした。立たせていく。いけるか。あと、逆に倒した。けさ蹴りを振り下ろす。起こした。足を取った。ドラゴンスクリューで倒した。放っていくのか。無人島に漂着してしまった。カウントは入る。オールを返します。ガードした。ストンピングを叩き込む。ブロックした。キャメルクラッチで強烈に締め上げる。あっと、浴びせ蹴りだ。場外に移行した。腕を取った。腕を殺していった。ものすごい。リングに戻ります。さあ、出たぞ、サムズアップ。リングに戻ります。抱えた。嵐落とし。まさに春の嵐。2カウント。
君を見上げたか。あっと、フリップしていった。抱き起こす、ジャンピングエルボー。15分、そのまま体固め、ロープブレイク、ガジェット組み合った。あっと、逆に投げていった。アームロック、アームロック、首根っこをつかんだ。あっと、逆に蹴っていった。キャメルクラッチの体勢だ。ガードした。チキンウィングで固めていく。アマルス式のタックル、外した。ブロックした。ストンピング強烈。メキシコ式の締めを決めていった。テイクダウンを奪った。おっと、外した。ガードした。全体重を落としていった。消耗戦になってまいりましたね。そうですね、ここからはもうスタミナの勝負になってくるはずですよ。おっと、逆に捉えた。バックを取って読んでいます。まさに読み切り小説。ロープに逃れた。ロープに飛ばした。ジャンピングしてのエルボー、引き起こす。トップロープを奪う。ダイビングバディパス。2位を落としていく。抱き起こす。あと、うまく切り返した。もうこれは闘争本能ですね。もう記憶は飛んじゃってると思いますよ。ロープに振った。いきなりやっと投げ倒し。立たせていく。返した。もう放送席まで痛みが伝わってまいります。これはきついはずですよ。カウント 2.5、 まだまだです。バックに回った。20分、 DDT、 首根っこにしてしまった。腰に手を回した。受け身の取れないジャーマンスープレックス。カバーした。ロープブレイク、ロープブレイク。ガードした。ストンピング、奥歯を噛みしめた。これは勝負の分かれ目になりそうですか。そうですね、ここからペースを持っていきたいですね。